ほら、ドケチ隊はね、ももちゃん今月いっぱいなんだっけ？そうなる、来週か。来週まで。いや、俺なんかやっぱももちの引退はなんか、すごい寂しかった、なんか本当に。この間のロケ。なんか本当に、惜しい人材が芸能界からいなくなるんだって、マジで思った、本当に。いや、あの子は、もう引退だから言ってもいいかな。なんか、本当すごいよね。まあそうだね。なんプロだか、ね。プロだよね。信じられないさ、なんか、ドケチ隊で行く場所って、経費節減でスーパーとか、真冬に、エアコンついてないとことかがあんのよ。お店ね。そう、エアコンをつけるなら、その分価格を安くしようって、もうとにかく、あと電気が暗いんだよね。照明も照ね。明が10個あるとしたら5個ぐらいしかつけてなかったりするの、その経費削減まあで。基本なんか倉庫みたいなとこが多いからね。そうそう。人も少ないしね、従業員の人もね。そうそう。だからみんなで、安いとか言ってて、カメラ止まったらもうガタガタ震えてるみたいなこと、真冬とか結構あんだけど、全然出さないもんね。ああ、外にそうだあね。の子。いやー、すそうごだいっよたね。ね。で、なんか、髪、ツインテールっていう、ほら、二つに分ける髪あんじゃんが、触ったら、はたくみたいな、くだりとか、あともうずっと、そのアイドルを、ずっと守ってるじゃない。で、それでが、なんかやっぱ、本当の後半の後半の、ドケチ隊ラス2回ぐらいは、だんだんやっぱちょっと薄れてきてたよね。なんかちょっと、本音も飛び出るっていうか、なんかそのバランス面白かったそうよだね。ね。だからその辺がうまく混ざって、ああ。なんかね、これからどんどん面白くなりそうな感じはしたよね。仕事人、仕事、プロだよプロだね。よ。だってあれであのすごい若い子のグループをさ、引き連れてたりしてさ、なんかお姉さん役いもや、やってそうよ。さ、だいぶだって10代前半とかの子でしょ？いや、一緒のそうグルだープのよ。子。で、あれ、ももちの私服って見たことある？私服あるかなぁ。どう？でも、記憶にないね。記憶ないだろ？だから、見せなかったんだよ。ピンクの、ふわふわな、俺、マジで、この間、ドケチ隊最後、ももち引退ドケチ隊の回で、初めて私服見たんだから。だちょっと、ももちも、引退の方が近づいてきて、ちょっとだからもう見せないようにしてたんじゃないの？あの衣装以外。ああ、それはあるかもね。それはね。あるだろ？あるあとの子思うだっよ。たら。プロだよ。お前なんかもうずっとマスクと帽子と、変なジーンズの生地のハーフパンツと、なんか、パーカー、黒のパーカそうー。ね。でも、毎回来るもんな。見られまくってるもんな。その点、好きだらけだよ、私なんかおね。前なんか素のカスが見られたくないんだから、世の中に。いいや、や、本当ももだよちのね。私服見たけど、ネイビーのシックな私服だったぜ。大人な感じやな。なるほど言っね。ても大丈夫かね、ギリギリ。大丈夫でしょ、もう、だってね。いやー、俺なんかちょっとマジでちょっと尊敬してたから、ももちの集中力がマジで途切れないんだよ。ロケ始まって終わるまでずっと、なんかちょっと疲れてきて抜いてるな、みたいな感じの人もいるじゃん、たまに。それ一切ないもんね、あの子。ないね。ねそれ以外もそうだね。ずっとプロだったね。プロだったね。なんかその、蒸れない感じがするよね。あんな感じだけどね。そんな蒸れない、媚びないみたいなさ。プロだったなんかもう、20年後、15年後ぐらいになんか議員さんとかになってるのかな、やっぱり、ももちって。なんか、教育の改革とかさ。そうだね。なるな、またその世にね、現れるかもしれないね。そんなにその、野に下ったまんまってわけじゃなさそうだもんね。逸 い材つだかもん違う形ね。でね。ももちの最後、なんかそういうのやんのかな？一番見たくない？情熱大陸とかで。Z は見せないか。やっぱさすがに。ないんじゃない？ねまあえ。そうだね。タイプ分かれんじゃん。なんか春日とかさ、まあ、ももちとかさ、なんかプロの感じか。もう、スギちゃんなんてね、もう、ものすごい私服で歩いてくるもんね。リュック背負って、でかいリュック背負って。そうだね、ワイルドのかけらもない。
感じだもんね。ねえ。うん、まあそうだね。なるほどな。普段とか、そのなんか友達とかもあんまりいなそうだしね。ももちゃんイメージわかんないよな。誰に腹割ってるかとか。いや、そうだね。孤高の存在なんじゃない。でも、若い子引き連れて、教えてあげて。後輩とかとは、どう、まあ、そうか。でも、行かないっつってたよね、後輩とかとも、ご飯、ね。そうだね。で、それ、ドケチ隊って3人ともだってアドレス知んないでしょ、うん、そのドケチ隊の打ち上げとかもやんないでしょ、ももちの。ない、ない、もちろんないよ。ける神あんちゃんが触ったら叩くみたいな下りとか、あともうずっとそのアイドルをずっと守ってるじゃない。で、それでがなんかやっぱ本当の後半のドケチ隊ラス2回ぐらいはだんだんやっぱちょっと薄れてきてたよね。なんかちょっと本音も飛び出るっていうか、なんかそのバランス面白かったよね。そうだね。だからその辺がうまく混ざって、なんかね、これからどんどん面白くなりそうな感じはしたよね。仕事プロだよね。そうだよ。だってあれであのすごい若い子のグループをさ、引き連れてたりしてさ、なんかお姉さん役もやってさ。いや、そうよ。だいぶだって10代前半とかの子でしょ？一緒のグループの子。で、あれ、ももちの私服って見たことある？私服あるかなどう？ああ、でも、記憶にないね。記憶ないだろ？だから、見せなかったんだよ。あのピンクのふわふわな、俺、マジで、この間、ドケチ隊最後、ももち引退ドケチ隊の回で初めて私服見たんだから。あ、そう。だちょっと、ももちもその、引退の方が近づいてきて、ちょっとその、だから俺見せないようにしてたんじゃないの、あの衣装以外。ああ、それはあるかもね。それはね。あるだろ、あると思うよ。あの子だったら。プロだよ。お前なんかもうずっとマスクと帽子と、変なジーンズの生地のハーフパンツと、なんか、パーカー、黒のパーカー。うん、そうね。でも、毎回来るもんな。見られまくってるもんな。その点、やっぱ好きだらけだよ、私なんかね。お前なんか素のカスが見られたくないんだから、世の中に。いや、ほんとだよ、ね。ももちの私服見たけど、ネイビーのシックな私服だったぜ。大人な感じやな。なるほどね。言っても大丈夫かね、ギリギリ。大丈夫でしょ、もう、だってね。いやー、俺なんかちょっとマジでちょっと尊敬してたから、ももちの集中力がマジで途切れないんだよ。うん、あの、ロケ始まって終わるまでずっと、なんかちょっと疲れてきて、抜いてるな、みたいな感じの人もいるじゃん、たまに。それ一切ないもんね、あの子。ないね。ねえ。それ以外もそうだね。ずっとプロだったね。プロだったね。なんかその、群れない感じがするよね。あんな感じだけどね。ねえ。そんな群れない、こびないみたいなさ。プロだった。なんかもう、15年後ぐらいに、議員さんとかになってるのかな、やっぱり、ももちって。なんか、教育の改革とかさ。ああ、そうだね。またその世にね、現れるかもしれないね。そんなにその、野に下ったまんまってわけじゃなさそうだもんね。逸材だもんね。いつか違う形でね。ももちの最後なんかそういうのやんのかな。一体はだんだんやっぱちょっと薄れてきてたよね。なんかちょっと本音も飛び出るっていうか、なんかそのバランス面白かったよね。そうだね。だからその辺がうまく混ざって、なんかね、これからどんどん面白くなりそうな感じはしたよね。仕事プロだよね。そうだよ。だってあれであのすごい若い子のグループをさ、引き連れてたりしてさ、なんかお姉さん役もやってさ。いや、そうよ。だいぶだって10代前半とかの子でしょ？一緒のグループの子。で、あれ、ももちの私服って見たことある？私服あるかなどう？ああ、でも、記憶にないね。記憶ないだろ？だから、見せなかったんだよ。あのピンクのふわふわな、俺、マジで、この間、ドケチ隊最後、ももち引退ドケチ隊の回で初めて私服見たんだから。あ、そう。だちょっと、ももちもその、引退の方が近づいてきて、ちょっとその、だから俺見せないようにしてたんじゃないの、あの衣装以外。ああ、それはあるかもね。それはね。あるだろ、あると思うよ。あの子だったら。プロだよ。お前なんかもうずっとマスクと帽子と、変なジーンズの生地のハーフパンツと、なんか、
パーカー、黒のパーカー。そうそうね。でも毎回来るもんな。見られまくってるもんな。うん、その点、好きだらけだよ、私なんかね。お前なんか素のカスが見られたくないんだから、うん、世の中に。いや、ほんとだよ、ね。ももちの私服見たけど、うん、ネイビーのシックな私服だったぜ。大人な感じやな。なるほどね。言っても大丈夫かね、ギリギリ。うん、大丈夫でしょ、もう、だってね。いやー、うん、俺なんかちょっとマジでちょっと尊敬してたから、うん、ももちの集中力がマジで途切れないんだよ。うん、あの、ロケ始まって終わるまでずっと、なんかちょっと疲れてきて、抜いてるな、みたいな感じの人もいるじゃん、たまに。うん、それ一切ないもんね、あの子。ないね。ねえ。それ以外もそうだね。ずっとプロだったね。プロだったね。なんかその、群れない感じがするよね。あんな感じだけどね。ねえ。そんな群れない、こびないみたいなさ。プロだった。なんかもう、15年後ぐらいに、議員さんとかになってるのかな、やっぱり、ももちって。なんか、教育の改革とかさ。ああ、そうだね。またその世にね、現れるかもしれないね。そんなにその、野に下ったまんまってわけじゃなさそうだもんね。逸材だもんね。いつか違う形でね。ももちの最後なんかそういうのやんのかな。一番見たくない、情熱大陸とかで。ああ。Z は見せないか、やっぱさすがに。ないんじゃない、ねえ。まあそうだね。タイプ分かれんじゃん。